大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。さあ第4回勝手に松本友蔵杯兼2020年末タッグリーグ予選会、前回の続きやってまいりましょう。今回がシャープ17ということで、動画の数で言うと今回のシャープ17と18残り2回、そして試合数で言うと今回で行う3試合と次回の3試合計6試合でいよいよ決まってしまうということになりますが、さあというわけでやっていきましょうって言いたいところなんですけどね、ちょっとだけ業務連絡がございましてですね、今回ちょっとだけ実験的にゲームの音量を SE っていうんですかね、音をちょっとだけ下げてみました。というのはこの私マイクに向かって今喋ってるんですけども、うちの貧弱な機器ではマイクの音量を調整するのはちょっと難しいんですね。下げることはできるんですけども大きくすることができないと。で、聞こえなかったら私の声を大きくすればいいんですけども、当然絶叫していると近所から怒られたりするのと、あとマイクがしょぼいので、ハウリングっつうんですか、なんか近づいてボソボソなんかなったりするので、逆にゲームの音量をちょっと落とすことで、私の声が届きやすくなるのかなというようなことを思って、ボソボソと喋った時でも拾ってもらえるのかなと思ってやってみました。なので、音量ボリュームをオンにしてる方で、私の声が届いてるのが、前の方が良かったのか今回の方が良かったのかあんまり気にならないですなのか、本当にねちょっとだけ落としただけなので、どれかコメントをねいただけると助かります。とりあえずこっち側でやってるのはいつも通りなんですけども、ちょっとだけゲームの音量を落としているというお話でした。さあというわけで本編やっていきましょう。本日も3試合エントリーナンバー49、50、51の3試合、まずは第1試合、平潤さんいつもありがとうございます、エントリーしていただきました試合、アブドーラザブッチャー対テリーファンクの試合ということで、今日はこれについてちょっと語らなければいけないこともあるのでやっていきましょう。試合開始です。ファイト。さあなんでこのね音量のことをやるかというと、まあ普段私あまり自分の収録した動画、編集した動画、まあ、編集作業中にちょこっとは見るんですけども、それ以外はあんまり見ないっていう話をよくしてると思うんですね。まあなんか自分の声を聞くのかちょっと恥ずかしいなみたいなところもあるんですけども、でそういう中でそれでもちょっとこの間聞いてみたんですよ。出来上がったというか動画をね、収録してない、じゃあ収録だけした動画かな、編集をしてない動画で、それをこう見ていると、試合が盛り上がってきて、まあ、リングの中でドッタンバッタンやると、観客の声が聞こえたりする、その音に私のこの声がかき消されてるような、まあその時私が絶叫していれば別なんですけども、声も張らずにボソボソと喋っているとちょっと聞こえづらいんじゃないかなと自分で思ったわけなんですよね。話してる内容はまあちょっと置いといて、でその聞こえづらいことが別にいいのか悪いのかよくわからないけども、打開策として声を大きくするかマイクのボリュームを上げるか、先ほど申し上げたゲーム内の音をちっちゃくするか、それで対比を変えるかということですよね、バランスを。でその最初に言った2つは、うまくいけないできないだろうということで、その3番目の手法を取ってみたということになりますのでね、だからちょっと声が大きくなって、バランス的にゲーム内の音が、聞こえない、そっちを楽しみにしてる、お前の喋ってるのがどうでもいいんだっていう方は、また声をいただければね、ボリュームをちょっとだけまた戻しますので、よかったら、ということになります。で、ですね、この試合について語るというと、まあ、この2人のつながりというか、まあ、戦いは、超有名なところで、全日本で繰り広げられた、壮絶なデスマッチじゃないな、普通の試合なのに、ブッチャーとシークが組んでファンクスと、戦うということで、その時に、テリーの腕がめった刺し、フォークでめった刺しされて、それを見た、テレビの向こうの年配の方が、倒れてしまったと、気絶したかなんか、そんなニュースがあるんですよね、まあ、超有名な話ですかね。でそれはもう、まあ、それ以外にも多分この2人の関わり合いはあるんですけども、ちょっと置いといてですね、この架空ファイプロ団体 WMW 内で言いますと、実はですね、次期シリーズ、
前回大好評でした俺たちの時代選手権ということで、ジャンボ鶴田前田明など長州力など日本人超有名レスラーで、戦いを行うというのが、ありまして、まあ、これの外国人バージョンをやろうかということで企画しているわけでもう実際やるということが決まってメンバーも決めているわけなんですけどもその中にこのブッチャーがいましてですねでそのことをなんとなく僕忘れてて次期シリーズの準備をせなあかんということでブッチャーのブラッシュアップを行ってしまったんですよで、まあ、これは別にブラッシュアップを行ったからって言ってなんか変なことをしたわけじゃないのでその今回のシリーズのために、今回今日この行われる試合のためにどうこうしたわけじゃないんですけどねただあしまったなとちょっと思ったんですけどまあまあまあ別にあかんことするわけじゃないかなということでだから今回、得点試合評価にはそんなに影響はないとは思うんですけどもちょっと、ブッチャーがいつもと動きが違うというようなことが見て取れるかもしれないですねただ今逆にセリーに流血させられているところを見ると、あんまりその影響はないかなと本来はねブッチャーが早い段階で相手レスラーを流血させまくるというようなロジックを組んでみたんですけども相変わらずこのロジックというのは、うまくいかないもんだなと今思いながら試合を見ておりますさあというわけで試合の方に集中していきましょう試合時間まもなく9分というところ逆にブッチャーが流血させるまあでもねブッチャーが流血させられるというかブッチャーが流血してるシーンというのはめちゃめちゃたくさんありますからねこの間ねこのブッチャーのブラッシュアップをするということで、またブッチャーの試合を見てたんですけどもたまたま見たのが YouTube でブッチャー対、若き日の秋山純まだ、青いタイツの秋山純の時ですねのシングルマッチっていうのがあってでそれをターザン山本とジャイアント馬場さんが解説するというような動画が YouTube に上がってたんですねでまあそれを見てて、まあ、若い秋山に対してジャイアント馬場さんがアドバイスするというようなところをこうなんか、見て取れる状況になってるんですけどその時に、まあ、ブッチャーの額はギザギザになって、切れやすくなってる流血しやすくなってるっていうのはもう有名な話なんですけどもそこで、ジャイアント馬場さんがやったアドバイスが面白くてあれは擦りつけたら擦りつけるだけで流血しやすいんですとだからそこを狙ったら、相手にダメージをブッチャーにダメージを与えることができるんですけども擦りつける時のコツは下から上に擦り上げるんですと、そのまま叩くんじゃなくて下から上に擦り上げるように蹴ったり、殴ったりすると流血しやすいんですというその理由が全く僕は分からなかったんですけどもわあこれは何ていうんですかねシュートという意味でもあるし、プロレスという意味でもあるというテクニックなんだろうなと、お互いのまあ息が合うというのも必要なんでしょうけどもやる側の方のこう方法というか作法とでも言いましょうかね相手にできるだけこうすんなりと楽に流血させるにはそういうテクニックが一応あるんだなみたいなことをちょっと思ってああすげえなーと思ったということでしたさあというわけで、試合の方に本当に集中していきましょうさあどうだあーこれはスピニングトーホールドが出たさあブッチャーねやはり晩年こう足がだんだん悪くなってくるというのを一応反映して、スキルのところで足の耐久度はちょっと低めにしてますちょっと低いというか低いにしているので、その分ダメージが蓄積したらあっという間にギブアップするかもしれませんがさあこのブッチャーを持ち上げてからどうだテリーがまず1本目取るかこのちなみにテリーはねこの2人の対決なら昔のあの青いタイツのテリーが皆さんイメージされるかもしれないんですけどね私はもう以前から申し上げている通りこのデスマッチスタイルのテリーがすごい好きなので一目惚れですね、こちらのテリーにしておりますさあここはテリーが倒されていやーぶっちゃここで毒針エルボー行くかと思ったんですけどねさあいつの間にか試合時間15分経過さあステップキックからさあブッチャーどうするいやーここでスタミナいや走ったここは
ショルダースルー、ショルダースルーじゃない、ショルダータックルからエルボーを落としていく、そのままカバーに行くが、カウント 2.9 で返していく。さあこれはブッチャーがペースを握ったか。しかしまあね、ブッチャー、あ、この毒針、あー、今の毒針エルボー決まると思ったんですけど、やはり足を痛めつけられて移動速度が遅くなってる。そこでスピリングトーホールドが決まる。さあなんとか耐えるブッチャー、まだ足を押さえてゴロゴロとかもないですからね。さあ試合時間がどんどん伸びてきたぞ。まもなく試合時間17分というところ、マットは赤く染まっております。両者とも流血してますが、スピニングトーホールドで迫る。しかしこれもなかなか決まらない技ですからね。これもよっぽどダメージを与えないと決まる。さあここで狂気攻撃、もちろんこれでギブアップは奪いませんが、反則にもならないですけどね。さあテリーブロンコ魂でヘッドバットで倒していきます。お互い一歩も引かない状況。パイルドライバー、このブッチャーの巨体を持ち上げる。その時下から擦り上げた方がいいよとアドバイスしていた、ブッチャーはやはりジャイアント、ジャイアントババさんはブッチャーはやっぱり持ち上げるべきだと、自分の体重で自滅するっていう理論を説いてましたね。だから秋山頑張れ持ち上げろって言ってましたね、持ち上げるのは大変そうでしたけど。さあ地獄好きからポーズを決めて、さあしかし残り試合時間が2分を切ってるぞ。お互いかなりダメージを与えていますが、さあパイルドライバー今回ブラッシュアップしてこの技は装備させました。そこから毒針エルボー、ちょっと距離が長いのとニアロープ、これは時間がかかった、もったいない。しかし引き分けの方が3本目までに、いやー残り1本切りました。この会場では残り1分とか言いません。というかこの会場にはリングアナウンサーはいないという体になってるんですかね。実況者というか実況席がないという体ですかね。さあ残り30秒、ブルドッキングヘッドロックで、さあテリー最後どうするんだ、カバーに行くぞ、あーブレイク、これはでも引き分け臭くなってきた。さあこのまま場外にもつれ込んで、あーテリーが飛ぶ飛ぶふりをしたところで、さあこれで1本目引き分け、久しぶりじゃないですかね、なんか引き分け。さあ試合時間20分、まあっていう、まあまあでもね、ゼロ、あー9、おーすげー、引き分けで90。さあこれは高評価が、望めるんじゃないでしょうか。試合時間90分じゃないよ、20分引き分け、試合評価はしかも 90%。 ただこれ2本目秒殺もありうるな、お互いもうヘロヘロなんでしょうね、流血もしてましたから。しかしまあ3本目まで確定ということになりますので、まずは2本目見ていきましょう。試合開始です。ここで、いや1本目我慢したビッグジョン・テインター、これは良しとしましょう。もうね、多分1本目入ってきてたら20分まで持たなかったというようなこともあって、いい試合になってきたから我慢して、2本目早々に、もう待ちきれず乱入ということで、さあここでブッチャーのフォーク攻撃、この辺を持たせたっていうのが多分ブラッシュアップの一つの大きなところだったかな。まあ技クラフトモードで、これは自分で作った技ですね、フォーク攻撃、まあ、狂気攻撃っていうのはね組んだ状態で出せるんですけども、このフォークっていうのが、ビジュアルとして十分というか使える、椅子とフォークは使えるんですよね、ビジュアルとして。なので、まあ、たくさんの技ねクラフトモードで作ってる方いるんですけども、まあ、僕もこれはちょっと作ってみましたと。さあいうことでビッグジョン・テンタが出てきましたが、これはどうだ、返せるか、おお、カウント2。さあこれは2人ともまあまあね、なかなかこう、決まらないというかね、ブッチャーの、まあ、ブラッシュアップに関してはまたその次期シリーズ、俺たちの時代、俺たちの時代だ、ウィー選手権みたいなのをなんかやろうと思ってるんですけど、その時にお話たっぷりすると思うんですけどね、やっぱりねどの試合見てもエルボードロップ、ランニングエルボードロップホールド以外では、まあ、あとはもうはちゃめちゃになって相手を流血させる、自分も流血する、場外乱闘になる、誰かが乱入するで、大体試合が終わりというようなことが多いんですよね。まあそれは残ってる画像映像を見てるだけだとは思うんですけどもね。
だからそのフィニッシュをね、いろいろどうするかは悩んだんですけど、まあまあそれはもう格闘プロ団体 WMW 内でのブッチャーとして扱い、ということにさせてもらおうかなと。じゃないとね、なかなか決まらないんですよ。ただどうでしょうね、あんまり決めていくよりも相手をいたぶるっていうのを念頭に置いてブラッシュアップをずっとかけていったので、まあこの引き分けも納得といえば納得なんですよね。相手がしょぼいレスラーだったら多分普通の先ほどから見せている、ランニングではない、エルボードロップホールド、ただのエルボードロップホールドで決まるんですけどね。さあテリーファンク、テキサスクローバーホールドですが、ブッチャーなんとか耐えてますね。試合時間は2本目ながら5分経過。これが1本目20分戦い抜いて血みどろになって戦った2人の戦いとは思えない状況ですが、さあブッチャーこれで決めてしまうのか。テリーなら返す、カウント 2.9 で返す。そう簡単には決めさせてくれない。さあタイツ引き、ファイブドライバー、これは大技、大ダメージからカバーに行く。さあどうだ、いやー、これはテリーが勝った。ダララッタッタダララチャラレッタ。このあの、各レスラーのテーマ曲は、ボリュームは特に変えてございません。さあということで出ました、68%、試合時間5分58秒タイツ引きパイルドライバーからの背面式片指固めで、テリーファンクが2本目を取って、これでテリーが、1勝1分けという状態。さあブッチャーは3本目取って、ドローに持ち込むことができるのか。そして試合評価はどこまで上げれるのか。いきましょう、3本目試合開始です。ジョニーエース、しかもジャージを着たまま来やがった。これはあの入場コスチュームってやつですね。入場用のコスチュームを一応、4つ作れる枠の中に1個作って、多分なんかのね企画のために多分作ったんでしょうね。さあということでブッチャーがこれはかなり不利な状態、このまま2人にボコボコにされる。しかもうわー、ジョニーエースめっちゃええ動きするじゃないですか。さあこのままスピニングトーホールドが決まって、あ、この後ろ姿いいですね、ジョニーエースの。なかなかこのジャージかっこいいじゃないですか、自分で作っといてあるんですけど。さあブッチャーこの1対2の状況を打破することができるのか。いやー、これはもう完全にテリーの方がペースを握ったと言ってもいいでしょう。もう1個ジョニーエースが技決めたりできたら一番いいで、あー、でもテキサスクローバーホールドじゃない、あー、決まった。さあこれはテリーが完全勝利。まあね、次期シリーズでまたブッチャーがどんな活躍するかは、そちらでまたお楽しみいただけたらと思います。ということで試合時間1分52秒スピニングトーホールドでテリーファンクがアブドラザブッチャーからギブアップを奪った試合でした。そして試合評価の方が 65% ということで、合計します。1本目が90、2本目が68、3本目が65ということで出ました、223ポイントとなりました。おめでとうございます。パチ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 。はい、ということで、まあ、あの前回ちょっとちゃんとは触れなかったんですけども、年末タッグリーグの予選会という意味合いで見ますと、ランキングでいうところの32位までに入らないといけない、その32位に入れるかどうかの瀬戸際がちょうど3本目に行くかもつれ込むか2本目で終わるかになってたような気がするんですよね、今のところ。だから3本目まで行けば、ほぼ確定、順位ははっきりとは分からないですけどね、2本勝負で終わってしまうと、今のところ厳しいというようなことに、まあまあこれはもう前から言ってたことですけどね、というラインに瀬戸際になっておりますので、まあ多分これ平潤さんはいけると思いますが、またこれはね後ほど、じっくりとランキング表の方を見ていただきましょうということで、平潤さんいつもありがとうございます、今後もよろしくお願いします。というわけで次の試合に行きましょう。はい、では本日の2試合目、エントリーナンバー50番 DAIGO さん、いつもありがとうございます。エントリーしていただきました試合が木戸治対マイティ井上と
いうことで、こちらはですね、まあ、あの乱入のこともあるので一応ちょっとだけ話しておくと、木戸治は、UWF 所属となってます、うちではね。まあ、この辺も曖昧なところもあるんですけども、新日じゃないのかって言われるのもあるんですけども、どっちかにまあしないといけないということで UWF と一応僕はしてます。で、対するマイティ井上については、まあ、それまでにそれ以前に似てないだろうっていうのはまあちょっと置いといたとして、マイティ井上は、国際プロレス所属となっておりますので、UWF 対国際プロレスということで乱入してくるのもそこから来るんじゃなかろうかということで、さあそれも含めどうなりますか、いきましょう。試合開始です。ファイト。さあというわけで、先ほど、まあ、アブドラダ・ブッチャーをね、次期シリーズ参戦させるためにちょっとブラッシュアップする、まあ、そのブラッシュアップの一つの目的が、過去に作ったレスラー、古い時に作ったレスラー、技クラフトモードがまだ導入される前の以前のレスラーっていうのは、当然このファイプロワールドにある技、公式っていうんですかね、既存の技と言ったりするから、でやってたんですけども、それ以降新しい技ができて、まあ、そのレスラーにぴったり似合うような技があるんであれば、それを装備させてあげる並びに、そのパラメーターのちょっと調整であったりとかロジックの変更などもちょっとそれに合わせてやると。で、木戸治さんは治さん言うてるかな、なんでやろ木戸治については、特に何もなく相変わらずいぶし銀をできるだけ再現できるようなそのままにしてますが、マイティ井上に関しては、この架空ファイブロードで WMW でもかなり初期に作った方のレスラーなので、まあ、似てなくてもしょうがないと。まあ、このエディットの話をするとね、またちょっと長くなってしまうんですけども、試合そっちのけでその話をしてしまうんですけども、初期の頃はまだこのスティームのワークショップに、アップロードされているレスラーをダウンロードしてきて、ちょこっといじって、で中身はがっつり変えて見た目はちょろっとだけいじってやるという手法を使わず自分で一から作ってるっていうのも結構あったんですよね。まあ、というのはもうその、ファイプロワールドが、公開されて手に入ってから、ユーザーがまだアップロードしている方が少なかったからっていう理由もあるんですけども、このマイティは多分全部自分で作ったんちゃうかな、見た目も。だから多分似てないんですよ。木戸治とかはだから多分、どなたかがアップロードしてくださったやつをダウンロードしてきてサブスクしてきて、それを中身、パラメーターから技からロジックから全て変えるのが僕がやってることなんでね、だからマイティ井上が似てないのはまあそういうことだということになります。で、まあ、初期の頃のそのマイティ井上のその立ち位置というのはとにかく丸め込みがうまい、テクニシャンぶりを発揮するというタイプのレスラーとして、まあ、一部ちょっとアイドル的な存在だったんですけど、まあ、その後時間が経過してレスラーの数がどんどん増えたことにより、このマイティ井上というレスラーがちょっとこうね、日陰といいましょうか、目立つことがなくなったんですけども、ところがこのマイティ井上というレスラーには、まあ、先ほどもちょっとその技クラフト云々で話をしましたけども、大水スープレックスというですね、ちょっと、こうヘンテコリンな技があるんですね。スープレックスと謎がつくぐらいですから相手をこう投げるという意味の、技なんですけども、実は投げない、タイガースープレックスホールド、タイガースープレックスを、投げずにやる、尻餅ついて相手を後ろに後方に、反らせて、で両肩をつけさせて、スリーカウントを狙うという、まあ、ちょっと珍妙なこれはあれ誰やったっけこの名前、違う、神風じゃない、日本、違う、あ出てこない、何やったっけがまた出てきた、何やったっけが出てくる人ですね、中の人は分かるんですよね、中の人はストロング小林さんなんですよ、それは分かってるんですけど外の人が分からないという、日本国産マスクマン第1号ですよね。
確かで、数ヶ月でマスクを脱いでしまったので、その印象はほとんど残っていないんですけども、実在したマスクマンということ。あれ、ヒゲ生えてるのか、このマスクおかしいな、これ、まあ、そんなもんかな。まあまあ、これも初期に作ったレスですね。ストローグ小林さんを作らずにこの方を作ってると。そうか、ストローグ小林さん作った方がいいのかな。さあ、というわけで、乱入してきましたが、これは今どっちついてたやろ、まあいっか。はい、というわけで何事もなかったかのように、その王水スープレックスが今回はちょっと見ものと。多分、あー、これは決まったかも。どうだ、おー、起動相撲会社、あの技もかなりダメージが与えられる技ですからね。殺傷能力が高いという感じの、いうことで、その王水スープレックスがだから多分ね、技クラフトモードでこれは拾ってきたやつなのか、見つけて自分で作ろうともしたんですけども、あまりにもサブスクしてきたものの出来が良かったので、もう自分で作るのはすっぱり諦めて、ということだったんですけど、あんまり、まあ、バックを取って、後ろに転がっていくというような系統の技なので、バックを取らないとなかなか出ないというような条件の厳しさもありますが、それが出た今回マイティ井上が、エントリーされた、回もあるもんだなということになります。まあもちろんね、3本勝負までもつれ込んで、高評価が出ればということを願いますが、さあどうだ。あ、でマイティ井上確かね、丸め込み系 の、 あのテクニカルの、特殊スキルじゃないわ、必殺スキルを持たせていたはずなので、丸め込みで、KO することが本当はできるんですけども、今回のシリーズ、それ言ってないな今日、まあいいか、今回のシリーズは反則、あ、反則じゃない、クリティカルなし、その代わり乱入の確率が高いということになっているので、そういう意味ではマイティの上はちょっと、勝ちにくい、勝つのが難しい。ただこの丸め込みで機動サムから1本取れればというところ、条件としては厳しくなっているということですね。クリティカルでの決着がないということで、さあ試合時間は13分経過、脇固めで徐々にマイティ井上の腕の体力じゃないわ、あれ言うたかもしれない、耐久度を削っていく。ちょっと腕が伸びてますが、さあそのまま丸め込んでいく。マイティ井上としてはいつでも3カウントを狙えるスキルを持っている、テクニックを持っているということ。ちょっとこのお腹ポッコリが何とも言えませんよね。さあしかし機動サムのやはり関節技への技術は、機動サムの方が上、カールボッチからマイさんと呼ばれた男ですからね、我が息子よと。さあ、これは完全に腕が伸びてしまった。さあこうなると腕を押さえてゴロゴロするのも時間の問題か。マイティ井上としては必死で丸め込みますが、機動サムも丸め込みができる。機動サムの必殺技は機動クラッチですが、あえて相手にバックを取られてから出す機動クラッチを必殺技に、あー、脇がダメで先に決まってしまった。まあテクニシャン同士の戦いとしてはまあこうなる。ただ紙一重、やっぱり機動サムの方が関節技をっていうのがあるので、ちょっと上回ったというところでしょうか。さあ試合時間、ごめんなさい、試合時間15分12秒、脇固めで機動サムがマイティ井上からまずは1本目ということになりました。そして試合評価の方は 81%、 まあちょっと低いかもしれないんですけどね、まあ、先ほど申し上げた通り問題は3本目までもつれ込むかどうかということになりますので、3本目までもつれ込んだらほぼ年末タッグリーグの参加は、チケットがゲットできるということだと思います。ということなので、重要となる2本目、さあどうなりますか。マイティ井上取れるかな、行きましょう。そして乱入してくるかな、どうなるか、試合開始です。しまった、この人が誰か調べとけばよかった。そうか、でも機動サムの方の攻撃してますからね、マイティ井上国際プロで、あ、そうか、そういうことですね。これ名前誰やったかな、また忘れたわ。もう今回乱入はね、乱入してくるレスラーがパッと出てこないんですよね。いや、あー出ました、オースイスープレックスが出た。よし、どうだ、あーカウント 2.9 が惜しいな。いやー今ので決まっていれば
乱入もあってちょうどよく、あ、これはマイティーの上のあのサマーソルトドロップが見れない。さあ2プラトンで木戸様にダメージを与えて、さあこれでどうだ、お膳立てはできた、準備は整った。あーバックドロップ、あバックドロップ、いやーバックドロップ、あかんかん。さあこれ、あ誰やったっけな、名前出てこへん、クソ腹立つ。何やったっけな、国際プロレスとか名前分かんない。あーこれは木戸クラッチ、おおさすが丸め込みはちょっと強いかもしれませんね。ただ腕が伸びてしまってるので、腕を取られるとまずいか、どうだ。まあね、この腕一点集中型のファイトスタイルが本当にいいのかどうなのかはね、いまだにやっぱちょっと議論、答えが出ないし、それで勝ってる場合もありますからね。一点集中したことで勝つレスラーもいるということになるので。さあ試合時間3分経過、おーダブルアームスープレックス、いやテキサススープレックスか。さあそのまま丸め込んでいく、ゲドークラッチ、うーんカウント2、これが続くんですよね。体力をね奪う技がないんですよね、マイティーの上。もちろんゼロではないんですけども、大ダメージという技がなかなかないので、ちょっとカバーに行ってもカウント2で返される。うわーこれは裏切れす、あーうわー防水スープレックス決まらずか、ちょっとガスタイミングが。さあ試合時間4分7秒、裏アキレス腱固めで木戸治が1本目に引き続き2本目も取って、勝利。そして試合評価の方については、66% ということで、1本目の 81% と合わせますと出ました、はい、147ポイントとなりました。大吾さんおめでとうございます、パチパチパチね。まあ、オースティスープレックスが見れたんですけども、残念ながらあれで決まらなかったっていうのはね、またちょっと今後いろいろ調整も必要かなと、いうことで、そう言いながら他やらないといけないことがいっぱいあるんで、またまたね、いつか木戸治フューチャーされる時が来たらブラッシュアップしたいと思います。というわけでありがとうございます、大吾さん、また今後もよろしくお願いします。では次の試合に行きましょう。さあというわけで本日最後の試合となります、3試合目、エントリーナンバー51番、キュルルプロジェクトさん、いつもありがとうございます、お仕事ご苦労様です。エントリーしていただきましたのが、もう完全にキュルルプロジェクトさんの趣味が出ております、ジュリア対、姫かということで、まあ早速やっていきましょう。あ、そうそう、あの先ほどの試合乱入してきたの思い出しました、名前ね、思い出したというか調べました、覆面太郎でしたね、はい。というわけで、失礼しました。では行きましょう、本日の3試合目、試合開始です。ファイト。さあというわけでね、もう何週間、もっと前、何ヶ月前ぐらいにこのスターダムに新加入しました、姫か、有田姫かでしたっけね、フルネームで、それまではそういう名前でしたけども、スターダムに来るということで姫かという名前でやってると。で、女子レスラーにしては何センチだったっけな、170もうちょっとぐらいあるんですかね、大型レスラーということで、まあ、ついたニックネームが昔からはジャンボと呼ばれたりとか、もともとは全然違う団体、アクトレスやったっけな、なんか違うな、全然ごめんなさい、なんか忘れちゃいましたけども、いて、まあ、外でデビューをして、で、スターダムにやってきたと。で、オッキーは可愛いかなんか言ってね、でその後スターライトキッドが姫香から奪ったか、なんかタッグのベルトかなんか買ったから、ちっちゃくて可愛いみたいなことで、なんですかね、言い返すというか、返答するというような、ことをやってたということですね。で、まあ、女性上司の戦いということで、もう格ファイプロ団体 WMW では、統一ルールとしてやってるのが、男子レスラーは180、エディットポイントが180、女子レスラーは160ということでやってます。で、今回、これ CC さんがコメントくださってたと思うんです、僕もああなるほどと思ったんですけども、何試合か女子同士の試合がエントリーされて、もうすでに終わってる試合があるんですけども、女子同士の試合が、
この意外と上位に来てますよねっていうような、もちろんダメな試合もあるんですけどね、ダメ言ったらダメやな、まあ、これまで32位以内、年末タッグリーグ予選会通過ラインの上にいる試合が結構あるんですよね。だから女子同士っていうのはもしかしたら、何か、その高評価を出すキーポイント、今回の、まあ、攻略法って言ったんですかね、だったのかもしれませんねみたいなことを、コメントいただきましてね、なるほどと。で、まあ、そうエディットポイントが低い分だけ、パラメーターをちょっと低めにしないといけない、どっかを削らないといけないというようなことで、まあ、それが、うまく作用したのか、あとはハードボディを男子レスラーはほとんど、装備してるんですけども、女子レスラーは意外と少ないんですね、ハードボディを。レジェンドと呼ばれる全日本女子で活躍したようなレスラーたちはハードボディ、女子レスラーだけど持たせてるんですけども、それ以外の若手レスラーは意外と持たせてなかったりする。まあ、特にあのスターダムのダウンロードコンテンツで導入されたレスラーなんかはもう花から持っていないから、もうそれをそのまま流用するという形で、持たせていないレスラーも結構いるんですよね。だからそれがもしかすると逆にいい影響を及ぼしているのか、というようなこともあるということで、この2人の試合が注目されるということになります。さあ試合の方に集中していきましょう。さあこのジュリアとヒメカっていうのは多分ね、実際にリアルでも戦ってるんですよね。で多分今はジュリアの方が、ベルトを持ってるんですかね。これ収録してるのが、11月の16日で、多分昨日11月の15日にスターダムのビッグマッチでもないんか、まあ、試合があって、でそこで林田宇多美が、岩谷から勝ったんやったかな、で、まあ、なんかベルト体感かなんかっていうネットのニュースしか見てないんですけどもね。で、まあ、それは自体は最近この林田宇多美が急でもないか、ずっと下積みを経て成長していって、まあ、ベルトを巻くに値するレスラーに育ったんだなみたいなことを思ってたんですよね。でその林田宇多美のコメントっていうのを見てたら、まあ、ちょっと休みがあるので、体をしっかり休めて、でもその間もプロレスは見続けます、プロレス好きなんでみたいな感じのコメントを出してて、でそのじゃあプロレス何を見るんかと、まあね、女子のプロレス界のどうたらこうたらなのかなと思ったら、DDT の、何でしたっけね、なんとかを DO でしたっけねっていう、まあ、その DDT の、シリーズ、チャンピオンを決める、優勝を決めるようなシリーズを楽しみにしてますみたいなことを言ってて、でスターダムは新日本プロレスと、まあ、提携というか、つながりがあります、太いつながりがありますからね、あの会社資本的なつながりがありますよね。 DDT は、ノアとつながりがあって東京女子とはあるから、だからこの林田宇多美が DDT を出したのが、なんか意図があるのかなっていう裏読みをね、変にしてしまったり、別にそんな難しいこと考えずに、ただ単に、一プロレスファンとしての発言なのか、っていうようなことをちょっとね、なんか思ったっていうようなことがあったということで、何の答えも出ませんが、以上余談でした。さあ試合時間11分経過ということで、さあお互い大技を出していく。まあ、この姫香は、この体格に見合ったと言ったらいいんですよね、体格を生かした、大技がやっぱり売りなので、それが出るか、またこのジュリアが、大技を出すんですけどもね、なかなか決めれないような僕の中の印象があるんですよね。この技の名前なんて一つも覚えていませんが、なんとかかんとかみたいなのがあって、ね、ああこういうのですよね、姫香はこういう技がやっぱり持ち味と、分かりやすいですね。大きいのが可愛いかどうかは分かりませんけど、大きいのは分かりやすいとは思います。さあということでロープに飛んで、ジュリアがフロントのキックを決めていく、まあ、この辺はジュリアらしい攻撃ですね、ラフの攻撃。さあということでスタミナがちょっと心配ですが、この辺を姫香がペースをまた握り返すことができるのか、
バックドロップ、これも大きいですね。見栄えがいいです。さあカバーに行く、どうだ、決まってしまうか。あー決まった。まあ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 ね、こんな曲ない。さあというわけで、試合時間13分26秒、急降下バックドロップからの背面式片指固めで姫香がまずはジュリアから1本目、ギブアップじゃない、スリーカウントを奪った試合。そして試合評価の方は 81%、決して低くはないけども決して高くもないというところ。問題はやはり3本目までもつれ込むかどうか。そして、確か CC さんが唱えた、 CC さんじゃなかったかな、 CC さんだったと思うんですけども、コメントをいただいた、女子同士の戦いは上位に行きやすいっていうことを実証してくれるのかどうか、キーを握るのはジュリアが2本目取るかどうか。いきましょう、試合1回1です。ファイト。さあということで、あ、いきなり姫香が持っていったぞ。どうなんだこれは、まだ大丈夫か。さあこうなるとジュリアこれはどっちが仕掛けてんやろ、姫香か、あ、ジュリアが仕掛けてんねや。これはスティームの、スティームじゃないわ、スパイクチューンソフトが作ってそうなったんかな、僕がやったんかな多分ね。ダウンロードコンテンツで手に入れたレスラーをブラッシュアップ、ブラッシュアップというか僕が好みで、僕の好みには一応してるはずなんで、多分入れたんでしょうね。まあジュリアらしいというか、そういう気性の激しさをイメージする。ああ今のは返されたな完全に、というようなことでしょう。さあジュリア、これはなんとか食らいついていきたい。姫香、姫香リアルやな。この姫香のフェイスはもしかしたら姫香用のなんていうんですかね、パーツ、フェイスパーツが使われてる気がしますね。姫香はスターダムのダウンロードコンテンツではなく、スティームのワークショップでのダウンロードしてきてサブスクしてきたやつなんで、そんなに顔が似てなくてもいいんです、いいというか当然なんですけども。わー、これはよくできてるっていう話をしてたら、ジュリアが見事2本目、ちょっと試合時間短いですけども、なんとか取り返したというところ。さあこれは実証されたということでしょうかね。3本目まで突入ということで、どうなりましたか。さあま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 あね、試合時間2分56秒、ステルスバイパー、あーなるほどね、ステルスバイパーで、ジュリアが姫香から、ギブアップを奪い、そしてこれで1対1の同点、そして試合評価が 68% ということで、まあ、3本目までいけばということですが、さあ今度はあとどこまで伸ばせるのか、秒殺で終わってしまうのか、そしてここまでなかった乱入を誰かがしてくれるのか。いきましょう、試合開始です。ファイト。さあというわけで、誰か乱入してくるかと言いつつ、誰か乱入してきてもスターダムのレスラー、女子レスラーだと誰も言えないような気がするなと思いつつ、この間あのね、乱入してきてくれたレスラーが誰かわからんって言ってたら、皆さんから、安住ですよ、安住ですよ、 AZM で安住と読むんですよっていう、そうツッコミが入りましたね。 ありがとうございますということで、相変わらず他力本願でやっておりますが、さあ乱入なしでこの2人純粋な戦いで終わるのか、姫香とジュリア1本ずつ取り合って、どちらが勝つのか。私の勝手なきっちりとした統計を取ってないんですけども、印象だけで言うと、1本目を取ったレスラーよりも2本目を取ったレスラーの方が3本目を取るというような印象があるんですけどね。まあ言ったら逆転ですよね。1本目負けたけども2本目3本目取り返して3本勝負で言えば、勝ちというような展開が多いような気がするんですけども、さあどうだ。ジュリアはちょっと連続で技を決めないといけない感じ。ああでもこれが大技ですね、これが決まった。さあカバーに行く、これがなんていう技か忘れましたが、うわーほらほらほらね、2本目3本目ジュリアが取り返したと。いやーこれすげーさあというわけで、ジュリアが見事意地
を見せたというところでしょうかね。グロリアバスターですね。グロリアスバスターね。試合時間2分35秒。グロリアスバスターから、のっかり式、肩エビ固めで、ジュリアが3本目を取って、3本勝負としては勝利。そして試合評価の方は 68% ということで、合計しましょう。まず1本目が81、2本目が68、3本目も68で出ました。合計217ポイントとなりました。キュルルプロジェクトさん、おめでとうございます。はい、というわけで、では、もうこれでね本日3試合終わりましたので運命の、ランキング表の方に行きましょう。はい、というわけで毎度おなじみお手製のランキング表の方を見ていただいております。まずは本日行われた3試合を振り返ってまいりましょう。本日第1試合で行われましたエントリーナンバー49番平純さんエントリーしていただきました試合、アブドーラザブッチャー対テリーファンクの試合、合計223ポイントで、暫定7位なんですけども、これねちょっとね後でこれを触れます、じっくり話しましょう。というわけで平純さん暫定7位、対千葉真一さんと、同点ということで7位にしておきます。で次本日の2試合目となりましたエントリーナンバー50番大吾さんエントリーしていただきました試合、木戸治対マイティ井上の試合が147ポイントでしたので暫定45位、147ポイントで同点だったんですけども、第1試合の試合時間の秒の単位、一桁のくらいのところで、大吾さんの方が数字が2ということで大きかったので45位とさせていただいております。再び上に戻りまして、本日の第3試合キルルプロジェクトさんエントリーしていただきました試合、ジュリア対姫か、こちらが合計217ポイントということになりましたので暫定14位ということになりました。さあというわけでちょっとややこしくなったので、ややこしいって言ったらダメですね、別に悪いことしてるわけじゃないんですけども、今回3本勝負でまあ同じ数字にもし同じポイントになった場合、第1試合のその試合時間一番下一桁のくらい何秒のところの数字が大きかった方が、順位を上にしますというルールを設けてて、もしそこも一緒だったら10のくらい何十秒のところですね、その数字によって、優劣をつけますというような判断材料を発表していたんですけども、まさかまさか同じポイントで、1試合目が両方とも20分引き分けというようなことで優劣つける判断材料がなくなりました。さあこうなった時、まあね思ったのは2本目の、試合時間でもいいかなと思ったんですけども、いやそれもなんかな面白くないなということで、こういう時はやはりプロレスですから実際に戦って決めてもらいましょうということになりまして、なりましたというか勝手に決めました。つまり立花慎一さん率いるジャック・ブリスコ・ドリー・ファンク・ジュニア組対平純さん率いるアブドーラザ・ブッチャーテリーファンク組が実際に戦っていただき、勝った方が、これはもう純粋たる勝負ですね、勝った方が7位を取り、負けた方が8位というふうな、ルールをオーナー私、勝手に宣言いたします。まあこれがね、ドリーファンクジュニアとテリーファンクが、兄弟で違うコーナーに分かれるというのもなんともドラマチックだなということで戦わせてみようということになりました。でこれにはこれの試合については本日は行わず、今回やってるのがこれシャープ17ですので、次回のシャープ18のそのまださらにあとシャープ19という特別に、動画を作ることにしました。やることはジャック・ブリスコ・ドリー・ファンク組対アブドーラザ・ブッチャー・テリー・ファンクという1試合のみです。で他の方もうすでに、現在29位までの方はもうこれで、確定しておりますので、ここまでの方はもうその動画が出た瞬間に、エントリーをしていっていただいて結構です。で当然被る可能性がありますので、この上位の方現在1位が佐伯龍也さんなので、まあ、次回もあるんでねどうなるかわからないですけども、すで、に決まっている上位の方からずっとエントリーを順番に受け付けているとめちゃめちゃ時間がかかると予想されるので、皆さんちょっと面倒なんですけども、第3候補まで、レスラーを記入をお願いします。もう一度言いますね、シャープ19という動画を作ります。
これは先ほど申し上げた立花慎一さんと平潤さんの7位を決める戦いの動画になりますけれども、その動画に現在29位まで入っている方、そして次回でも決まりますからね、32位までの方、今この青で塗っているところが次回で生き残るか脱落するかをはっきりするんですけども、32位までの方は第3候補までそのコメントをの方に自分の年末タッグリーグにエントリーしたいレスラーをご記入いただくということで、それで上位最近今は1位の方が最近龍也さんですね、1位から順番に決めていって、もし被った場合、同じレスラーが出ていた場合は、第2候補もしくは第2候補も被っていたら第3候補というふうになります。被りについては同じレスラーだったらもうその時点で、ダメということになります。だから第1候補で例えば、鶴竜鶴田天竜を入れてたら、どちらかが被ったら第2候補の方にスライドということになります。第1候補と第2候補と第3候補は、同じレスラーが被ってても全然構わないと。あ、ややこしいか。まあいいか、多分なんとかなるでしょう。あとはそれはまあちょっとじっくり時間かけながら調整してやっていきましょうというわけで、次期シリーズ年末タッグリーグの、そのレスラー応募、まあ応募じゃないな、エントリーについてはシャープ19ということだけはとにかく頭に入れておいてくださいというわけで、次回ですね、残り3試合、この青のところで塗ってる方が、生き残れるのか脱落するのかというドキドキのところ、そして、またちょっと余談になりますけども、今回は3本勝負ではなく、2本目までで、シャビーさんがこれ決定ですからね。だから3本目までもつれ込まなくても一応なんとか生き残れるということは、まあ一応は証明できたというところで、さあ次回ですね、もう残り3試合となりました。エントリーナンバー52番53番54番、クリス・ベノア対ジャドー。これはまああれですね、ファイトスタイルがジャドーが、クリス・ベノアをお手本としているというようなところですかね。そして豊田真奈美対井上京子、今日女子同士の対決も上位に食い込みましたので、これは期待ができるのかどうなのか。そして最後を飾るのはリッキー・フジ対ウルトラマン・ロビンということで、このロビンさんが何かやってくれそうな気もしますが、どうなるか、お楽しみにということで、最後ちょっとね今日はややこしくなりましたけども、次回、まあ、この松本友蔵杯としては最後となりますので、ぜひ、お付き合いいただけたらと思います。というわけで今回はこの辺でお別れです。チャンネル登録していただけたら大変励みになります。よろしくお願いします。というわけで明日もお会いしましょう。ではまた。